はい、どうも、こんにちは、これです。今回ですね、サレーネとベロアについて話していこうと思います。まあ、なんで唐突にこの二人について話すかっていうと、まあ、当然ね、魔法石10個シーズンスーパーゴッドエースにいて、この2体が出るんですよね。引いた方いるかもしれません。特に初心者くらいの方でね、引いた方いると思います。サレーネの魔法石、鉱座ですね。そして、こちら、ベロアの魔法石、シャズですね。この二つが今、ガチャで出るんですよね。この帽子が出るんですよ。帽子の状態で出てくるんですよね。で、この帽子って何なんだって話なんですけど、こんな感じで、サレーネとかですね。まずこれ進化前なんだけど、はい、この進化前を進化させると、このサレーネになります。はい。このサレーネにすることができて、このサレーネからの進化で、こんな感じで帽子にできるんですよね。で、今回のガチャで出るキャラは、この最終進化系のこの帽子が出てます。ただ、これ見比べてもらえればわかる通りね、しょぼいんですよね。この進化前とかも結構ね、かっこいいし、進化後もね、こんな感じで覚醒めっちゃ強そうだけど、進化それに対してめっちゃ弱いんですけど、これはアシスト武器って言って、キャラにアシストするものなんですよね。アシストっていうのは、ちなみにこのね、モンスターの、アシスト設定からいけるんですけど、まあこういうね、なんかキャラとかにアシストしてね、使うことができるんですよね。こうやってね。これなんかね、適当に使いたいキャラとかにアシストして、何使おうかなっていう時に、サレーネの帽子とかを選ぶことができるっていう感じ。このアシストなんだけど、このアシストで強いんですよね。で、アシストすると何がいいかっていうと、こんな感じでまさにね、覚醒をこう増やすことができると。アシスト武器の場合は。これだったら超追い打ちとかね。このバーストだったら、進化後性キラーとかが増えてるんですよ。アシスト武器によって。ただ、今回出るガチャはその武器なんだけど、俺が言いたいのは、そういう仕様が話したいわけじゃなくて、その武器っていうのは弱点があるんですよ。一つ。大きな弱点があって、戻せないんですよね。例えば、サレーネをね、進化後にすることはもちろん可能です。ただ、これを、この武器の状態にすると、戻すことができないんですよ。ちょっと僕まだサレーネ帽子作ってないんで、あれなんですけど、アシスト武器ってね、ほんといっぱいあるんですけど、例えばね、まあ、無課金キャラで作れる、これで紹介しましょうか。はい。こんな感じはね、こういうキャラもね、ソニアとかですね、ソニアとかの場合もアシスト武器があるんだけど、こういうアシスト武器って、はい、こんな感じで、押してもね、もう進化出てこないんですよ。そう、武器っていうのは戻せないんです。戻せない代わりに、その代わり強い性能を持っているっていうキャラなんですよね。で、今回はガチャからその武器が出るわけなんですよ。キャラじゃなくて武器が出るんですよね。戻せない。あ、じゃあ今回のガチャ引かない方がいいの？そういうわけじゃないです。今回のガチャは、こんな感じで、ショップって場所、モンスター交換場をしてもらえれば、戻すことができるんですよね。サレーネ。で、もちろんこの進化後から進化前を戻すことができるので、まあ、進化前進化後として使える。武器のままで置いておくと武器としてしか使えません。はい、逆に進化前進化後で置いておくと、最悪どうしても武器が欲しくなったら武器にすることは可能です、後から。つまり一方通行なんですよね。進化前と進化後は別にね、両方いけるんですけど、進化後からアシスト武器はもう一方通行で、進化後の後のアシスト武器にしちゃうと、もう、戻せないんですよ、一生。で、今回の動画で言いたいことは何かっていうと、こんだけ話してるってことはそうです。つまり、戻した方がいいのか、戻さない方がいいのか、について話していこうと思います。一つだけ言っておきます。今回は、初心者から中級者向けの方への動画となっております。たまにね、いるんすよ、コメント欄で。なぜか初心者向けの動画に来てね、ガチ勢のふりしてなんかすげえドヤ顔してるただの中級者くらいのやつら。もう、ガン無視してもらって結構です。これも強く言います。ガン無視してください。もう、俺結構、自分で言うのなんですけど、登録者って結構いるじゃないですか。それって結構信用してくれてる人も多いんですよ、本当に。もうこれマジなんで、もう俺だけを信用してくれれば本当にありたい。そういう方々の意見に惑わされて、調子乗ってるガチで惑わされて、なんか武器にしてた、あーってなるのが嫌なんで、まあ今ネタバレ半分しちゃいましたけど、ということでまあ話していきましょう。まずはサレーネからですね。はい、こちら、サレーネですね。まあ進化前、進化後ってあるんですが、まず武器から見ていきましょう。はい、進化たちで見ていきます。武器はこんな感じ。今ガチャで出る武器なんですけど、ダンジョンボーナス、進化用キラー、能力覚醒用キラー、強化合成用キラー、売却用キラー、HP 強化が付けれます。まあ、これ自体はね、ガチ勢からしたらかなり強い。正直めちゃくちゃ強い。うん。特に超ガチ勢、もう本当にランク上げた子をガチしてる人からしたら、やばいっす、この武器は。超強いっす。めちゃくちゃ強い。で、スキルはね、サレーネのままなんで、進化前とか進化後の一緒です。まあ、花火にしてね、2ターン貯めるっていうスキルなんだけど、これ自体はめちゃくちゃ強い。ただ、例外が一つだけあって、ガチ勢の人にとって強いんですよね。これを初心者の方が持って何か使えるか。もうこれはあまり失礼なことも言いたくないんですが、正直使えないです。なんでかっていうと、別にこんなんいらないから。ただダンジョン攻略にする点で、別にこんなキャラ、そこまで、てかいらない全然。いらないんですよね。じゃあ何をすればいいかっていう話なんですが、はい。このサレーネですね。サレーネ進化前、進化後に戻してください。はい。交換所から戻せます。サレーネ絶対戻してください。
100% もう、俺がもう戻せって言ってるから、あ、まあ戻しよっか。まあなんかあったらあいつに責任取らせようぐらいの気持ち全然 OK です。全然 OK です。もう責任取ります、俺が。もうこいつが人権になってもうぶっ壊れてチートで、初心者の方でも絶対必須になったら、俺がもう謝るんで、頭下げるんで、絶対に。でもね、大丈夫なんですよ。なんでかっていうと、この武器を使うようになった時には、別に進化後から進化すればいいんですよね。この武器を使うようになった時に、こんなキャラ集めるの余裕なんで、一緒に集まるんで、これ。まあ、その後前にだからね、俺ちょっと作ってないですけど、別にもう簡単にゲットできるダンジョンキャラで、でもこんな感じで、ね、進化させて、もうこの状態にしてね、モンスター交換所から作ればいいだけなんで、ほんと簡単なんですよ。簡単に作れるんですよね。1時間あれば多分俺でも作れると思います。そんな感じのキャラなんで、全然、ね、ガチでになった時は、武器に戻してもらえればいいんですよ。ただもし武器からキャラに戻してなかった場合、一生武器なんですよね。そのリスクってとんでもなく高くて、一生武器として使っていくんですよ。使えなかったらどうします？無駄っすよ、ボックスの。そう、進化前進化後にしておけば 100% 使えます。理由としては、まず進化前こちら。ちょっとなんかめっちゃなんか本気で喋っててごめんね。でも進化前こちら。まず進化前は、リーダースキル見てもらえればわかる通り、ダンジョン潜入時、リーダーの時にランク経験値が 1.8 倍、光属性の攻撃力が2倍。これ弱いように見えるんだけど、ランク経験値が 1.8 倍上がるキャラ。まあ、これもちろんパズル内で最高倍率なんだけど、経験値上がるのが。サレーネっていうキャラしかいないんですよね。他にいたとしても 1.5 倍まで。1.5 倍と 1.8 倍なんか違うのと思うかもしれないけど、まあ、単純に倍率ですよね。1.5 倍の場合は 2.25 倍しかリーダーフレンドで上がりません。もしね、サレーネ使ってる場合、3.24 倍上がります。このね、1倍分の差ってとんでもないんですよね。これによってまあね、例えば300万もらえるところだったら、まあ、ね、2.25 倍だったら675万かな。675万ぐらいしかもらえないんだけど、サレーネの場合は、972万ぐらい。もうだから300万ぐらい差がつくんですよ。言うならそういうダンジョンの場合はね。本当もその1回分の差がつくんで、とんでもなく強いです。進化前サレーネは本当にランク上げ。特にね、最近来てるこんなやつ。平成最後の超絶経験値とかをサレーネで行くと、とんでもないことになります。もしサレーネサレーネでこういうダンジョン行った場合ですね。本当は100万経験値しかもらえないんだけど、リーダーフレンド倍率がね、経験値倍率にかかるので、こんな感じで324万もらえるんですよ。めちゃくちゃでかくないですか？この224万分増えてるの。っていうのがサレーネのいいところなんですよね。で、進化後サレーネもね、めちゃくちゃキラーを持ってて超強いんで、これを持っておく価値も十分あります。正直ね、光花火で強いんだけど、スキルもね、もちろん光花火のままで。何よりキラーめっちゃ持ってるんで、いろんな敵に攻撃力高くなっちゃうんですよ。だから超強いっていう感じのキャラです。はい。で、まあね、最後に、サレーネ編最後として、何体ぐらいずつ持っておけば、武器の状態で持っておいていいのっていう人もいると思うんで、まあ例えばね、250体、250体ってあったらね、1体ぐらい武器にしてもいいじゃないですか。そういうことでね、まあ話していこうと思いますが、大体僕の目安としてですね、あくまで俺の目安として、普通にプレイしてる方、よほどガチ勢じゃない方、まあ、普通にプレイしてる方だったら、進化前、進化後1体ずつ。でも余裕で十分っす。はい。もう強いて言うなら、進化前1体だけでもまあいいかもしれないんですが、まあそこら辺はね、切り替えめんどくさいしね、ダイヤドラゴンフルーツもいるんで、進化前1体、進化後1体でね、1体ずつ持っておけば、まあ間違いないと思います。もうそれだけで絶対こと足りるんでね。でも、ちょっと中級者以降でガチ勢目指してる方っていうのは、いろんな集会パーティーを組むことになると思うんですよ。ってなった時に、進化前サレネっていうのは、キラーの振り分けが大事で、チェーン耐性振ったりとか、ドラゴンキラー振ったりとかっていうのが大事なんだけど、俺振ってねえな。っていうところがあるので、まあ、正直ね、ちょっと面倒いかもしれないけど、もしね、持っておけるなら、進化前2体、進化後2体持っておけばもう絶対に武器で加工しておいて OK です。まあ、最高ラインとして進化前2体、進化後2体。で、もう武器を持っておいて OK。で、まあ、正直普通にプレイするなら、進化前、進化後1体ずつ持っているなら、もう武器にしちゃってね、いいかなと思います。という感じで、まあね、今回は、サレーネのね、ことについて話させてもらいました。続いてベロア行きましょう。はい。で、続きまして、シャズですね。まあ、ベロア武器に関してなんだけど、これは結構ね、わかりやすくもう言えます。はい。戻していいです。理由としてはね、これ、進化前、進化後が強いというよりかは、アシスト武器が弱いので、もうこの状態で持っておく必要はないです。うん。まあ、正直ね、この武器をね、持っておこう、使える、俺は使うから持っておくっていう方、この動画見てないと思うんで、正直。まあ、使う方は別にこのまま持っておいていいと思うんですが、もう明らかに用途がないと思うので、使う意味もないしね、持っておく意味もないと思います。まあね、一個だけ使い道があるとしては、ベロアパーティーで使えるって話なんだけど、ベロアパーティーで使うためのベロアいなかったら、そもそも根本的に意味わかんねえじゃねえかって話なんでね。だから、もちろんね、ベロア進化前、進化後に戻してもらって OK です。はい。でね、こちら、まず進化前ですね。進化前は、ダンジョン潜入時にリーダーの時、卵ドロップ率が少し上昇。5コンボ以上で攻撃力が5倍。これはね、結構ね、まあ、周回パーティーで使うかな。うん。周回パーティーで使うキャラだから、まあ、そんな別に俺関係ないかなと思う方いるかもしれないんだけど、いや、まずね、まずこのリーダーを持っておく価値は十分ある。少なくとも武器にしておいたら、このリーダーをいつか使いたいってなった時に使えないからね。武器はいくらでも後から戻せるからね。ぜひ、まあ、戻してほしい、正直。うん。で、特に進化前はね、覚醒スキルめっちゃ強くて、追い打ち、7コンボ
強化、無効貫通2つって言ってね、結構便利な覚醒を持っていて闇属性のキャラなんで、まあこのキャラもね持っておいてほしいですし、進化後ベロア、進化後ベロアに関してはね、まあ少し癖が強いので、まあ使いづらさはあるんだけど、まあ一応ね、リーダースキルはね、錬磨の闘技場っていうノーマルダンジョンの一番上にあるんだけど、一周でね、モンスター経験値、600万経験値もらえるんですよね。あの、ランクのこの経験値600万じゃなくて、レベル1のモンスターを入れていったら、そのモンスターにね、600万経験値入るとかね、レベル103とかっていうね、途中段階のモンスター入れてたら、そのキャラクターに600万経験値入るっていうダンジョンが、まあ、あるんだけどね、後から行くようになる。そういうところの周回でも使えるキャラなので、ぜひとも確保しておいてほしいキャラになっています。はい。まあね、スキルは5ターンで、まあって感じなんだけど、まあ、スキルしたらね、強いんだけど、やっぱリーダースキルがね、使いづらい圧倒的に。ただね、火力自体はね、5コンボ以上で攻撃力と回帰力が3倍、闇は6個以上繋げて消すと、ダメージを軽減、攻撃力が6倍って感じで324倍出るんで、まあ、悪くないですよね、そこに関しても。なんでね、ぜひとも、進化前、進化をどちらかに戻しておいていただければ、まあ、少なくとも後悔することはありません。ベロアパーティーで強いベロア武器を、ベロア武器の状態で持っていて、じゃあベロアいないから使えないや、はっはっつって、しかもなんか一生戻さない状態で置いておくっていうリスクの高さわかると思うんですね。もう本当に絶対戻してください。で、まあベロア帽子もね、最後に何体ずつ持っておけばいいか話しておきますが、はい。で、ベロア武器何体持っておけばいいのって話なんだけど、まずね、進化前は絶対1体確保してほしいので、ベロア武器を初めてゲットして、ベロア何も持ってないよって方だったら、絶対進化前まで戻して OK です。100%。まあ、進化後、少なくとも進化後だね。進化前まで戻すのはめんどくさかったらいいんだけど、進化後の状態に 100% 戻してください。もう理由としては単純に進化前が強いから。なのでね、ぜひとも進化前に1体戻してあげてください。で、2体目以降ですね。2体目以降なんだけど、正直ね、俺の本音で言うと、2体目以降全部交換に出していいと思ってるんで、全部進化前か進化後、まあ、進化後ですね、今回の場合。全部進化後に戻していいと俺は思います。俺はね。まあ、こういうキャラとしてね、今ちょっと使えないんだけど、モンスター交換所っていうのをね、交換に出せるんですよね。まあ、コラボキャラとかでね、強いキャラがいる場合は、これを使って交換することもできるんで、まあ、ちょっと今回ね、使えないんだけど、こういうところでベロを選んで、5体こうやってベロは5体って感じで選んで、こういうコラボキャラをもらったりとかっていうことができるので、正直俺は2体目以降全部武器に、進化後に戻しておいて、交換に出していいと思っています。はい。ただ一応ね、一応俺怖いなっていう方がいる場合は、進化前1体、進化後1体、そしてアシスト武器1体ですね。アシスト武器まで3体分確保しておけば、絶対後悔することはないと思います。なぜかというと、アシスト武器に関してはね、サレーネ武器で代用が効くので、わざわざベロア武器で持っておく必要はありません。という点を考えてもらってね、今回は進化前1体、進化後1体、アシスト武器1体っていうのが、最低限の保険ですね。もうそこまで行けば絶対大丈夫。で、まあ、正直俺の本音としては、進化前1体再確保しておけば、あとは全部交換に出していただければね、他の強いキャラを確保していくことができると思うんで、よかったら参考にしてみてください。ということで、よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。最後、忙しい方向けやっていきましょう。はい、そして忙しい方向けですね。サレネに関してなんですが、まずは、サレネ帽子全部戻してもらって OK です。ただ、例外があって、もうサレネ進化前進化後1体ずつ確保できた場合、まあ、1体ずつ確保できた場合は、アシスト武器として1体持っておくのはありです。ただね、まあ、正直、星7のコラボキャラの交換素材として使える可能性も大いにあり得るんで、まあ、明確に俺そんな別にサレネもしいらないなって人は、正直、戻してもらって OK です。理由としては、戻しておくと、まずね、戻せるので武器には。まあ、その時点で安心だから、使いたくなったら戻せるし、その上ね、この状態、帽子の状態で持っておくと、星7コラボキャラの交換に使えないんですけど、これをね、進化後に戻しておくと、コラボキャラとして使えるんですよね。コラボキャラの交換素材として使えるんで、例えばね、モンスターハンターコラボのミラボレアス装備が欲しかったなって時だったら、さらに進化後に戻しておけばね、進化後に戻して使えるんですよね、交換として。だから絶対に確保しておいてください。はい。で、そして、ベロアですね。ベロアに関してなんだけど、これはもう正味全部戻していいです。ベロア武器全然強くないんで、それだったらね、星7のコラボキャラの交換素材として持っておくのが絶対にいいので、進化前、進化後に戻しておけば十分かなと思います。という感じでね、今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。